皆さんこんにちは。今回は、海外のペアリスト、実装版ですね。まず、リストの条件について。まず、コンテンツは高難易度コンテンツを想定したリストになっていて、原神の螺旋、スタレの忘却の庭のようなものをイメージしてもらえれば。そして、もちろん3名分のビルドが必要となります。適切なプレイも必要ですが、最終的には単一ターゲットへの火力に焦点を当てることになる。ペアリストはそれを反映しているとのことですね。そして、プレイ要求について。ゼンゼロはアクションゲームなので、スワップを用いたテクニック。あとは、効率的にパリーや回避なども求められます。ですので、キャラの最大限の可能性と、最高のチームを評価する必要があるとのとですね。スワップキャンセルは名調でもあった。モーション時間が長いキャラは発動中に。キャラチェンジすれば、元のキャラは終了まで攻撃してくれて、そのまま次のキャラで効率的に殴れるってやつだね。そして他の基準です。3人のフル編成で、完璧なローテーションを想定。ディスクは最適なビルドを想定。正確には48個のサブステのうち28個を自由割り振り、制限あり。特に明記がない場合は、無凸で評価。A ランクキャラは今後凸制限を緩和する予定。そして、温度器は S ランクはランク1の状態、他はランク5の状態で評価。可能な限り、最高のスキル育成状況で評価されます。あとは各項目の説明です。まずは、DPS、アタッカーですね。攻撃と異常キャラがこの扱いに。基本は1名は必ず編成されるが状況次第では2名3名のアタッカーの採用もあり得る。大きな評価基準はやはりダメージと星の取りやすさが評価されるようです。続いて、スタンキャラです。撃破と防御キャラですね。防御キャラは現在弁しかいません。敵がブレイクするまで多くの戦闘時間を費やすキャラ。大体、精鋭とかボス戦で重要な枠ですね。評価に影響するのは、敵に与えるブレイクの割合。中程度は、バフやデバフ能力があるか、効果が強ければさらに評価ですね。また、異常の蓄積も多少は考慮するとのことですね。サポートです。サポートは、そのままチームへのバフとか敵のデバフ特化したキャラ。もちろん重要度はバフ能力の強度で。次に、出場時間の長さが考慮。一応考慮する、っていうのが敵への異常とかの蓄積ですね。まあ、サポートなのでほとんどバフやデバフの強度重要ですね。そして、キャラの能力タグです。コンボ、そのままコンボキャラ。チャージ、ダメ攻撃があるキャラクター。ミニオン、設置とか召喚系の能力でしょうか。サブ DPS、そのままサブアタッカーで。メインアタッカーにはならないが、短時間出場で優秀系。そして、ショック。これは、感電ダメージのことですね。アサルトも同様に物理の状態異常の話です。バフデバフシールドは見た通りですね。ってことで、下位から見ていきましょう。まずは、DPS 枠、強行のビリーとカリンですね。強行はメインアタッカーカテゴリー。素の能力がそのまま反映されちゃうので星4アタッカーは仕方ないかな。編成次第では採用の枠があったりしますが。キャラが揃っていると使いづらい系。カリンは一時停止して敵をギリギリするので。まあ、ビリーの連射もそんな感じですが。ブレイクが必ずしもされてるとは限らないことを考えると仕方ないのかなと。火力はさすがに無凸星4系で星5には勝てるわけがない。続いて、D2 です。感電編成で希少なアタッカーの安藤。グレイス、リナ、安藤がかなり強い編成の一つですが。安藤自体は枠がないからそこに入っている感じはあるかも。もちろん、無凸の状態だと星5と比べてパッとしないのは仕方ありませんね。リナグレイスユーザーは育成とかおすすめします。そしてパイパー。物理アタッカーの新参キャラクターです。ベータに存在していなかったのであまり感想がないんですが。強化スキルで、大回転しながら敵に突進していくキャラクターですね。異常キャラクターなので、アサルトの累積のアスリートですね。大体ルーシー、パイパーで、もう1枠炎とかが多いのでしょうか。あとは猫股と合わせられる貴重な物理異常枠でもあるね。そして、スタンはアンビーとベン。アンビーはクレタ、雷管がいない人向けの撃破キャラ。通常3の後、スキル、強化銃撃、っていうコンボがメインですかね。さすがに星4なので星5ほどはない。あとは、ある程度殴り続けることが求められるキャラですかね。ベンはカウンターキャラクターで、シールドも作れる。会心率バフもできるので。どちらかといえば、サポートな気がしますが。まあ、枠組みの細かい部分は自分の理解度不足説もあるので何とも言えませんね。サポートは2個。防御ダウンとか、集敵もできたりしますね。最序盤はエーテル属性ってだけで異生物。特攻になるので、アンビー貢献は最序盤めっちゃ多い印象。そして、D1 で1個前の上位です。グレイス、猫股、11号。グレイスは、感電重視ですね。
リナと合わせて、感電セット。暗道をアタッカーに入れてサブアタッカーの立ち回りもしたりします。猫またはそのまま物理アタッカーですね。使い方はあんまり理解していないので詳しいことは言えない。攻撃速度が速くて結構爽快気味ですが、物理撃破キャラがいないこともあって、物理キャラが増えたとはいえ、相性キャラ探しに苦労している印象です。11号はリズムよく殴って炎攻撃。あとはスキル後に炎攻撃なんですが、本体火力自体はめっちゃ高い。ただ、ほとんど11号と噛み合うキャラが少なめですかね。というか、同じ陣営が誰も実装されていないのでそこも悲しい点です。そして、グレタ。炎撃破キャラクターですね。ベンと合わせると攻撃が強化されます。炎蓄積量も優秀とのことで、陣営バフもなくても大きな落差はないことも魅力。ただ、本国の評価とか見てると、出場時間が長くなりやすいのが懸念のようです。そして、ルーシー。キミコはキエ派か、ハートフィリア派かで世代が分かれそうですね。ペットをバットで吹っ飛ばす、そういうキャラクター。イノシシが居座るので、持続攻撃と。攻撃力バフの能力もあるので、有望なサポート。サポートキャラは数的に少ないので、ある程度の価値はありそうですね。ただ、編成に陣営と属性が絡むので、原神スタレほど、適当に詰め込むことはなさそうな感じはしますね。そして、リナと双角です。リナは感電サポート、そして貫通バフができます。ペットをある程度設置できるので、裏から実質殴ることも可能ですね。感電ではグレイスと合わせるのが特におすすめです。エレンと合わせて使う場合もありますね。双角は、氷サポートキャラ。出場時間は控えめですが、スキルある時出すことが多いです。高めの攻撃力自己バフや、チーム全体への氷バフが優秀ですね。特にエレンと相性がいいです。そして、最上位エレンとライカンです。一緒に組むとかなり強いですね。エレンは普通に火力が全キャラの中でかなり優秀で、属性付与の方法もダッシュ攻撃だけなので、簡単にフルパワー状態にできますね。ライカンは普通にブレイク性能も高かったり、氷耐性ダウンもできちゃうので、氷と合わせやすさがすごいですね。主演と比較しても、エレンの方が編成完成度高い感じあります。そして全体ですね。いかがでしょうか。最初のティアなので、これが合っているかよりも、これがどう変わっていくかが注目ですね。エレン編成、感電編成、炎編成、そして主演編成の立ち位置に注目したいところです。皆さんはエレン引きましたでしょうか。自分は多分引くと思いますが、ゼンゼロはゆっくりやるかもしれません。結構どのキャラでも現状はプレイング頑張ればどうにかなりそうではありますからね。という具合ですかね。皆さんはゼンゼロは今のところどんな感じでしょうか。期待通りだった?それとも思ったよりあれが微妙でしたか?よかったら教えてね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。